臭いんで。黒電話さんね、見たことないですけど。そうなんですか。はい、あ、見たことないですけど。YouTube、あの撮影した時からね、もうロールケージも入ってるし。そうですよね。そうです。で、あの牽引服もついてるし。そうですよね。はい、でその時は奥さん、奥さん。はい、そうです。あ、足だけ映ってましたよね。映ってました。ね、こうやってね。で、完全にサムネで釣られてますよね。みんなね。だって言ってくるんですもん。そうそう、いろいろね。釣りたいから。奥さん、こうやって指さしてくださいとかね。いろいろね、こうしてください。開けてくださいとかね。はい、エンジンかけてください。そうそうそう。でも、なるほどね。なるほどね。そうなんですよ。じゃあ、指示通りですね。なぞります、僕。なぞりますよ。はい。全部彼の指示通りですね。はい、そうです。自ら行ってるわけじゃない。浜松ナンバーなんで。そうです。静岡浜松。そうです。静岡県の浜松市です。もう鈴木の。あ、そうです。本拠地。本拠地ですよ。そうです。いつもなんかねえ、お二人で動かれてるんですか。そうです。というか奥さんも走られるんじゃなかったでしたっけ。妻も走ってますね。たまに見てるでしょ、黒電話。さすがでしょ。走ってます。バリバリ走ってますね。アルト F ですか。アルト F ですね。 F の何でしたっけ、マニュアルは。まあ5速マニュアルですね、はい、で、A ラップ。はい、そうです。はい、はい、足回りはラインナップレーシングの、はい、あのサーキット用のボルドさんと、そうそう、あのコラボしてる、コラボしてるね、やつですね、うん、確かあれですよね、 ECU とかも全部入ってましたよね。もう全部入ってます。クイックワイヤーとか全部入ってますね。はい、もう見てるでしょ。あの見てるでしょ。さすがです。はい、ちょっとあのこの電話に登場する前に、はい、この電話登場する前のものがありますよ。黒電話登場する前のもの。あ、これの電話に、はい、登場してからついたものね。そう、あのこれで、まあ、黒電話、黒電話言うて呼び捨てんせん。黒電話さん、一応黒電話さんにしときましょうか。あ、そうそう、こうメガライフも入ってる。そうそうそう、うん、そうなんですよ。そう、これ入れました。クイックワイヤーと ECU と、うん、はい、メガライフついてて、ね、でこのタワーバーもこれどこの言ってたかな、かわいい製作所。あ、そう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 、そう、僕のも一緒の入ってるなと思いながらね。多分言ってないんですけど、はい、クーラントもね、あの変わってるし、ここ水温の、うん、そうです、そうです、ね、あ、そうだ、これ言ってなかったですよ。あれ、スタビライザーが、あ、そう、スタビライザーワークス、うん、そうです、アルトワークスの純正なんですよ、うん、はいはいはい、そう、まあ、ね、よくやられてるやつですね。そう、あれ、いや、じゃあスタビというか、ブレーキは、ブレーキは違う、ウィンマックスの、ウィンマックスでスリットローター、そうです、ウィンマックス、全部ウィン、あ、ね、ローターとパッドがウィンマックスで、はい、それで、キャリッパーが、キャリッパー自体は純正。純正で、ウィンマックスは何だろう、あの、12345って数字売られてるんですけど、はいはい、その5がめっちゃすごいやつなんですけど、めっちゃすごいやつ、あの、聞くやつ、ああ、性能、性能がね、あの、はい、300度からとか、そういうやつです、5は。で、1番になると50度から。へぇー。一応50度からのパッドなんです。なるほどね。はい、1番が入ってると。そうそう、あのもうアルトでもちょっと聞きすぎなんですよ、これ一番の。で、まあ、あの黒電話さんの動画見てて一番の目玉だなと思ったのはやっぱシートなんですよ。はいはい、このね。あ、シートなんですね。いや、シートでしょ、これ金額的に。そうですね。え、うん、深いっすもんね、ここめっちゃ深いっすね。え、いや、ロールケージもこれ入って、そうですね、乗り降りが、乗り降りが、そうそう、このサイドバーサイドバー、このサイドバーこれね、そう、背物で。ただでもシート自体が深いからここまで上がってるから、うん、うん、これでも意外と疲れないんですよね、長距離乗っても。うんですけど、やっぱり意外といいんですけど、うん、本当の長距離になるとやっぱり、あ、本当の長距離になるとね、そうそう、まあね、ちなみに今回ここ何回目なんですか、うん、
走ったのは2回目です。おお、最後抜かれましたからね僕。ああ、抜きましたよね。抜きましたね。僕が心折れてる時に抜かれちゃいました。はい、この車はあのやっぱラインナップレーシングの社長、はい、うん、そんなもうあのまあ結構言う通りに作った車なんで、はい、いややっぱラインナップレーシングすごいなと思って。まあトータルのまとまり感はもう出てますよね。もう ECU から入っていって足回り、うん、マフラーもそうですかね。あ、これはね、あのマフラーは違うんでしたっけ。何だったっけ、マフラーとこだったっけ。あれ書いてある、クッサート、はい、ワンオフです。ワンオフのマフラーです。ワンオフなんですね。はい、だからこれいくらしたよ、48万円ぐらいしたね。もうそんなしたんですね。はい、オールステンかなんかですかね。そうです、全部ステンレスです。はあ、なんでね、まあでもいろいろ楽しめるでしょ。はい、そうですね。結構あの僕ね、鈴鹿サーキットこれ2回走ったんですけど、はいはい、やっぱね、あのこういう車はやっぱ一番楽しいですね。ですよね、うん、うん、でそう、確かにね、うん、ああちょっとまあ撮影をちょっとさせてもらったり。いや、かかってません。あ、なんで迷惑かかってないかな。だ、心配になって。じゃあちょっと閉めるわ。じゃあ閉め、あ、閉めます。いや違う、プロ電話チャンネルで紹介されとったね。ですよね、これラインナップのな。僕らもプロ電話チャンネル出たいんですよ、これで。ああ。あれ応募したら出れるんですか。いや、あの連絡して、お願いしますと言えば。いや、むしろ向こうから募集してます。そうなん、募集してるから、はい、大チャンス、大チャンス、大チャンス。ラインナップ製品もね、たくさん愛用いただいて、本当にね、はい、愛用いただいて。社長はね、もうこの車速いですよ。あ、よかった。最後抜かれたん今日。そこいたらね。まあ一応、はい、クラスでは1位です。おお、おめでとうございます。はい、あのクラスでは。はい。ありましたね。なんだろう。はい、ちょっとまああのあまあえ？いい話聞ける。はい、ちょっとある方の、はい、アルトワークスと。はいはい、ある方のアルトワークスの確かコンマ3乗地ぐらいですよ。おお、すごい。ある方のアルトワークス、ここで今日ここのここの、うん、あるアルトワークスの、うん、ワークスとも対等に戦えるんやぞっていう、ね、そうですよね、まあ、場所によっては十分、うん、戦いますからね。セントラルでも全然かもれるやついますからね、うん、でやっぱね、まあ、そう、はい、やっぱね、はい、加速力がある。おお、ありがたい。もうこれもやってますしね、ギアもやってますからね、うん、そうそう、うん、あ、そうなんや。ドーピングしてますからね。はい、あ、そうなんや。ギア比は変えてないんですけど、これ車やってます、ね、そう、あのアルトワークスのシフトノブがついてます。なるほど。ドーピングしますか。なるほどね。そう、加速がいいです。加速でね、まあ、まあ、一応言ったらもう全部速い。全部速いけど終わった。全部速いんだけど、社長のおかげでね、加速で抜けれるって相当じゃないですか。だからアルトワークス、まあそのワークスは持ってますからね。持ってます。ワークスもね、そもそもで言うとワークスお持ちですか。そうやね、あります。お持ちです。そうで、まあ、多分ノーマルタミンだと思うんですけど、でもアルトワークスのコンマ3秒落ちぐらい、いやコンマ 2. 点いくつかぐらい落ちなんですよ、うん、まあ、すげえ早いんだなと思って、うん、やりますね。そう、いや今まであのじゃあ本当にここ36アルトばっかの走行会って、うん、まあ、ないですからね。そうそう、うん、で今までも本当それこそ、まあ比べることってなかなかね。そう、うん、GTR と一緒に走ってたりとかして、うん、ないね、鈴鹿サーキットで、あの全然この車の速さが分からなくて、うん、そう、まあ同じ中に持ってきたら分かりやすいですけどね。あ、これ速いんだと思って、あった。じゃあまあ今後もこれでね、ちょっと遊び続けてくださいよ。今度、ああそうですね。もう紹介しなかったんですか。
関西、関西660じゃないですか。もうちょっとやろうかなと。関西 36GP やろうと、うん。やろうと思ってます。ああ、行きますよ。はい、ぜひ、お越しください。うん、ちょっと、うん、なんだろう。ワークスの方も、まあ、2大体制で。2大体制で。奥さんとね、2大体制で。まあ、ね、シートの高さ変えんとか。いやいや、まあ、まあね、旦那さんばっかり楽しむんじゃなくてね。どっち乗る？まあ、そういうのもね。夫婦揃って遊んでいただければいいかなと思います。いや、間違いだね。ところで名前聞くの忘れとったね。はい、黒電話では、黒電話ではトットなんですけど、トットさんね。だけど、ここではトントン。トントン。あ、トントンさんで出てましたもんね。トントン。そうそうそう。はい。どっちでもいいですよね。奥さんは？なんだろう、あんまりないんだけど、一応、明美ちゃん。明美ちゃん。もう完全に名前やん。どんどんだ、明美ちゃんね。なんか居酒屋みたいなね。ありそうな。ということでね、これで、西に来てもらいました。はい。呼び込みに。もうね、本当に今日はね、本当、大満足。そう、ね、うん、もう本当にね、この車の速さに驚いた。ああ、よかった。よかったです。それが再認識。いやでもね、負けたから社長にはね、マーチニスも S を抜かしたとか、なんか、まあ、いろいろ、ね、いわゆるコンバックとか。ね、さっきと鈴鹿とか行っても、そう結構コーナーでグイグイ抜かせるから、こんなことあるんだって電話してきますよね。そう。一応、社長に言っとこうと思って、4本。僕の電話をいただきました。驚きましたね。何抜かしたっけな。あ、アルトワークスも抜かしたことあるし、マーチニスモイスも抜かしたことあるし。インテグラタイプあるから。そう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 。インテグラ。まあ、ドライバーのスキルにもよるところがあるんで、一概に車種だけではね、あれですけど。一概に車種だけでは言うな。だって、この車、プロ乗ったら、もう当たり前、当然なんですけど、もっと速くて、多分、僕11番からスタートしたんですけど、多分ね、プロがやったらね、多分ね、多分もう、1、2とか、1、2、3とか。そう、で、さっき言ったアルトワークス、プロが乗ったら、アルトワークス集団の中にガツって入ります。言っちゃった。うん。入ります。言っちゃった。それはまあ、もうちょっと、言っちゃった。あれやね。西で見せてもらいましょう。36GP でね。はい。走り込んでもらおうて。はい。ね、走り込んで待ってますんで。はい、来てくださいね。秋ぐらいかな。なるほど。はい。考えてますんで、また。黒電話もいいですけど、フジモンチャンネルも見てくださいね。はい。してました。してました。フジモンチャンネル。はい。チャンネル登録してます？あ、してないです。しないと。帰ろ。ということで。でもね、うん、まあ、情報満載で。まあまあ見てるんで、はい、しといてください。まあ、もうここ、はい、この機会に、はい、ぜひチェックされます。チェックされるって。はい。まあ、iPad お願いします。iPad ね。僕はね、もう本当ね、今日はね、まあ一応クラッシュがあって、まあ修理代15万円ぐらいかなっていう出費はねあるんですけど、もうそれ以上にもう何回も言うんですけど、あ、この車速いっていう、はい、再認識できた。これね、もうね、はい、僕ね、もうトントンさん閉まります。閉まります。はい。ね、ラインナップレーシングでイジローってなりますよ。ありがとうございます。はい、うん、こんな早かったらもうイジロー。宣伝をぜひお願いします。ぜひありがとうございます。はい。ということで、はい。ここではトントンさん。はい。の車。はい。奥さんも。奥さん。あけみさんね。あけみさん。はい。あけみさんまた。あけみさん、はい。今度はワークス、まあどっち乗られるかわかんないですけど、2台体制でね。2台体制で。2台体制。どっちに乗る？はい。それはもう勝手に決めてください。ほらもう帰りますんで。はい。ということで、さよなら。ありがとうございました。はい。はい。フジモンチャンネル、チャンネル登録忘れずに。チェックする。さよなら。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。さよなら。はい。はい。